はい、どうもこんにちは、こんばんは。ゆんです。今回は、あのビータサイプ高校について、詳しくね説明したいと思います。今一度最初からやっていきたいと思います。まず Yahoo ID ですね。 Yahoo ID もしくは Google ID でもできるのでやってみてください。今回は Yahoo ID でやります。ログイン Yahoo Japan ID を押しますと、でここでこうなりますので新規取得押します。はい、でここで一回サインアップ、ビータサインアップ方法の動画出したんですけど、ここに本当は連絡用メールアドレス、まあ、メールアドレスなしで登録するっていう項目があったんですけど、それがねないんですよね。だから仕方なくこれ入れなきゃいけないんです。なんですけど今回は Yahoo ID を持っているという体でやっていきたいと思います。ビータじゃなくてプレセ4とかパソコンとかで Yahoo ID 持ってる方ならここに入れてください。はい、そうしましたら先ほど、Yahoo ID を登録してきました。はい、ここに入れてますね。Yahoo ID です。はい、メールアドレスじゃね、 E メールもですね、 E メールを押してこの E メールアカウントを登録するっていうのをやって、 Yahoo Japan ここで、ね、名前とかを入れてください。はい、はい、登録ができましたらこんな感じの画面になります。ちょっと受信ボックスにめっちゃなんか来てますけど、まあこれは気にしないです。はい、で登録ができましたら次に、設定だっけかな、設定に行きます。設定に行ってこのプレステーションネットワークでサインアップをします。そうするとこのような画面が出てくるので、新しいアカウントを作成、もしくは作成済みのアカウント、プレステーションビータをもう一台持ってて、そのもう一台のコードにアカウントを作っていましたらこちらを押してください。今回はね、新しいアカウントを作成するというのを押しますと。お住まいの国、これは日本ですね。はい、でこの生年月日なんですけど、こちらは1970年に設定します。はい、で、あとはこことここを、選択、次を押します。そうしますと、利用規約、プライバシーポリシーというのがありますね。これを全部読みます。で、同意します。で、オンライン ID を、決定します。これは、どうしようかな。はい、そうしましたら、ちなみにこの Dipper だけだとこの風にオンライン ID がすでに使われていますっていうのが出たら別の ID にしてください。はい、で次へ。はい、でサイン ID、 これはさっきね E メールで入れたサイン ID とさっきの E メールアドレスで、さっきの E メールで入れたサイン ID、パスワードを入れてください。はい、入れます。アカウントの作成後に E メールアドレスを確認するためにメッセージが送信されます。はい、で、そうしましたら、この名前ですね。これ本名です。性別も任意なので、入れても入れなくても大丈夫です。で、住所、これは、入れてください。で、都道府県、市区、町内、ビル、マンション、
ビル、マンション等に住んでる方はここにビル、マンションの名前を入れてください。はい、入れます。これは、郵便番号を入れただけでここ全部バーって自動的に、入りますので。はい、そうしましたら、プレイステーション関連の商品やサービスについて、次インタラクなんたかんとか、これは希望しても希望しなくても大丈夫です。はい、ここを、OK を押すとですね、OK を押すと、最後に確認がね、来ます。お住まいの国、言語、生年月日、オンライン ID、サイン ID、パスワード、名前、性別、郵便番号、都道府県、市、区、町村、住所と番地、位置に、ビル、マンション名っていうのが、確認のために、確認のためにね、送られてきますので、スクショしてもしなくても大丈夫です。ここは確定をします。はい、そうしたら最後ですね、TIPPER4678JKXK ルイさん、ご登録ありがとうございました。わー、はい。ちょっと閉じちゃいましたけど、さっきね、ここの右下の方に、完了みたいなボタンあるので、そこを押してください。これで終わりではなくて、メールを開きますと。はい。はい、そうしますと、ここ、プレイステーションネットワークアカウント登録完了っていうのが出てきますので、ここで確認するっていうボタンを押します。はい、そうしますと、はい、ありがとうございました。確認されましたというのが。